はい、皆さんこんにちは、アメリカの12月30日土曜日がやってまいりました。いやもう1日でお正月でございますけれどね、後ほどね、取りすがりさんからいただいておりますから、それもちょっとね、さし、まあ、昔ね聞いたことあるんだけど歌えるかどうか頑張ってみますんでね、それからですね、まあ、これは土曜日なんで、まさかの3人も取れるかどうかというのもね、だそれはもうね、まず、あとも情報がありますので、今永総帥は取れるかどうかというのもね、獲得したいということで言っております。もう3人というのはね、やっぱりね、まあそうですね、大谷さんと、それから由伸と取ってますから、あとはね、今永さんが取れば3人取りと、あるいは3人ということはもう日本人3人ですよね。でも、もう一人、取ってますからね。だから、彼とプラスして日本の人が取れるかどうかって思うんですけど、まあ、グラスノーというね、平グラスノーというのがもう3人なんだけど、この人も取ればどうなのかと、まあ、その辺が話が来ておりましてね。それからね、このウォーカー・ビューラーさんなんですけどね。彼もね、気分がいいとは言いながらでも、やっぱりね、トミージャンを2度目やってますからね。だから気持ちは、大谷さんも彼の気持ちもお互いに分かると思うんですけどね。だから気をつけながらやっていかないとちょっとやばいかなと。それからね、エルナンデさんがね、大谷翔平と山本、どうやって大谷さんがね、山本由伸をね、リクルートしたんですかねって、そういう情報とかいろいろ来ております。これもまたご紹介いたしますね。それから大谷翔平サインカード、これはまたすごいお金になっておりますけどね、止まらぬ高額、まあハイレベルのお金ですよね。それから大谷翔平は今年は60本か70本、まあ今年もまだですけど、来年は60本か70本打つんじゃないかという、終わっておりますけどね。まあどうなるやらね、このね、打ちますよとこのバットを持ってやってますけど、ちょっとね、これはね、大谷さんの顔にちょっと入れさせていただきましたので、じゃあ、まあそういうことで今日も行きましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of America, Hollywood, California, Hollywood, California, Universal Studio ということで、 Japan 岩手県プリフェクチャーということでございます。が生んだ翔平オオタニ、来年はバットだけだと思うんですけど、まあ前はこっちの話、この話したんですけど、もしかするとね、12月ってあれで、9月10月、その辺のプレーオフにはね、クローザーやるかもしれないと私は思っておりますよ。はい、その前にまあ健康でね、いろんなものを打てるようになればいいと思うんです。余計な話というか、余計な打ち方も せずにですね、まあそのやっぱりね、5回なら5回、4回なら4回、まあドジャーズがいっぱい打てればね、5回から6回出る可能性もあるので、毎年頑張ってもらいたいと思ってます。もうみんなね、3人はね、もうとにかくオールスターも狙ってるし、まあサイ・ヤングを狙ってる人もいれば、大谷さんは違いますけど、まあとにかく MVP をみんな狙うから、この辺はすごいあれになると思うんですけどね。まあ、ということでいきましょうかね。まず最初の話題から参ります。最初の話題はこの話題ですね。この話題、はい、この話題です。はい、行きましょう。どうぞ。まさかの3人取り3人取り、ね、ドジャースが今永翔太の獲得も視野と現地法プロジェクトはまだ終わっていない。お、今後フ FA 市場での目玉と評されていた大谷翔平、山本由伸の獲得に成功したドジャースがもう一人日本人プレイヤーを狙っていると米国内で報じられている、うん、米大陸の野球情報を扱うスイングコンプルト LLC が現地時間12月28日、日本時間29日、ドジャースが DeNA からポスティングでメジャー挑戦を目指している今永翔太にも関心を寄せていると報じた、うんうん、同メディアは今年も終わりに近づき、ドジャースはここ最近で最も驚異的な2つの移籍を成立させた、うんうんうん、しかしドジャースの日本に関してのプロジェクトはまだ終わっていない、うん、彼らは左腕
招待マナガを視野に入れているようだと指摘している、うんうんうん、さらに他にも日本人左腕獲得を目指す球団があるとしながらも、うん、ドジャースは翔平大谷と吉野部山本の最近の契約を考慮すると強力な候補として際立っていると主張。またドジャース以外ではヤンキースやメッツ、レッドソックス、ジャイアンツなどが今永への関心を示しているという、うんうんうん、今永は現地11月27日、うん、同28日にポスティングの申請手続きを行っており、うん、現地1月11日同12日後がメジャー球団との交渉期限となっている。すでに国内外で今永が年明けから本格的に各球団との交渉の席につき去就を決定すると伝えられている、うん、同メディアのトピックでは彼の契約額は5年間で8500万ドルに達すると推定されていると条件面についても言及、うんうん、また1億ドルに達する可能性もある。これについてはドジャースが獲得した侍が結んだ記録的な契約が参考になるとも述べている。大物の加入が続くドジャースがまたも日本人投手を獲得となるのだろうか。今オフの補強に後手を踏んでいるヤンキース、メッツからの熱烈なアプローチも囁かれる中、大谷、山本に続き今永もドジャース入りとなれば、日本の野球ファンはより一層、胸を高鳴らせることになるはずだ。なるほど。そして、来季の MLB 勢力図にも決して小さくはない影響を及ぼすかもしれない。はい。ポスティングの後には皆さんが、ドジャースに行って、一つのね、皆さんとお話しするときに、その席には誰がいると思いますか？大谷アンダー。いや、こっちにもね、大谷、両方にいるからね、大谷さんと、山本さんがいるからね、それでね、大谷さんがですね、翔太君にね、大谷さん、大谷でございます。翔太君、まあ、ドジャースにおいでよ。なんと、3人でね、頑張りましょうや。それかね、また、あれなるときにもね、まあ、BCM にも一緒に出れるし、何分と落とす、まあ、急がずに、自分の悔いのないような、決断をお願いします。で、また、山本さんもね、いやまあね、いろいろ考えたんだけれども、翔太君にはね、ドジャース買うと思うよ。うん。やっぱりね、大谷さんが言ってた、ですね、憧れのやめましょうよ。ってね、それ言われたらね、まあ一緒にね、やめて、ここでちょっとね、優勝しましょうよって言ったらね、やっぱりね、翔太君もね、コロッといっちゃうんじゃないかなと思うね。それだけじゃないんですよ、皆さん。やっぱり、この3人で行くとね、やっぱりね、ガーッと来るでしょ。そしたらね、もう日本のあれがもうガーッと、あそこ3人いるから、日本人はね、またいろんなもの、取材だ、どこだ、すごいことになると思うし、もういろんなもの、あそこにいればね、3人揃っちゃうと、何でも買えるということで、日本の方はもうドジャースでもうドジャーブルーになるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、ということでございますので、楽しみでございます。はい、続きまして、皆さん、こちらでございます。このウォーカービューラー。どうなんでしょう。はい、行きましょう。はい、ウォーカービューラーは、2022年に屈指事件の修復と2回目のトミー・ジョン手術を受けた後、2023年シーズン中にロサンゼルス・ドジャースに復帰しようとしたが、最終的にトリプル A オクラホマシティでの短期間のリハビリを乗り越えることはできなかった。ビューラーは9月初旬にリハビリ任務の一環として OKC で一度スタートを切り、その後2024年に向けて健康を維持することに焦点を移したと発表した。ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は最近、ビューラーはスプリングトレーニングに参加する準備ができているが、イニング数を管理する方法として、レギュラーシーズンデビューが遅れる可能性があると述べた。ロギンとロドニー番組に出演した際、ビューラーは自分の体調は健康だが、チームが自分に何を計画していたのかはわからないと語った。気分がいい、うん。
ジムに通い始めて1ヶ月ちょっと経ったので、少しずつ再開しつつあります。おう、うん、すぐにここでキャッチボールを始めて、ビルドアップして、できるだけ早く準備できるようにしてください。おう、投球イニングの制限など、手術が終わってからどうなるかはわからないが、うん、今のところ気分は良く、準備ができればいいなと思っている、うんうんうん、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は最近、ビューラーはスプリングトレーニングに参加する準備ができているが、イニング数を管理する方法としてレギュラーシーズンデビューが遅れる可能性があると述べた、うん、チームは年内のある時点で彼に休暇を与え、スタートを短縮する可能性もある、うん、ドジャースがビューラーをどのように管理するか尋ねられたロバーツは、それはコンボだと答えた、うんうんうん、彼が球を残してシーズンを終えることができるのが最善だ。したがってシーズン全体を通して開始と停止または短縮を行うと主張することもできますし、うん、一時停止しないように開始を少し遅らせるだけだと主張することもできます、うんうんうん、ですから正しい答えはありません。なるほどね。明らかにウォーカーが会話の大きな部分を占めることになるでしょう、うん、そして私たちはそれに全力で取り組むつもりです。ビューラーが最後にメジャーリーグの試合に登板したのは、2022年6月10日のサンフランシスコジャイアンツ戦だった。彼は2024年シーズン後にフリーエージェントになる可能性を前に、年俸調停の最終年を迎えている。ウォーカー・ビューラー氏、ネイサン・イ・オバルディ氏に激励される。ビューラーは2度のトミー・ジョン手術を経てメジャーに復帰した選ばれた投手グループに加わることを目指している、うん、その中にはテキサス・レンジャーズで2度目のワールドシリーズ優勝を果たしたばかりのネイサン・イ・オバルディもいる、うん、ビューラー氏は2回の手術を受けて以来イ・オバルディ氏の成功に励まされており、うん、同様の結果が得られることを望んでいると語った、うんうんうん、ということでございますのでね、まあ、急いで、ちょっとまたね、調子悪くなるとまた戻っちゃうので、その辺はちょっと気をつけてね、あれしたいと思います。まあ、いろんな方がいますんでね、トレーニングのね、コーチたちもいるんで、その辺はよくしっかりして やってもらえればいいと思うんですけどね。はい、続きましては、そう、大谷さんはどうやって山本由伸を取ったのか、リクルートしたのかという話になってるんだけども、まあ行きましょうか。はい、どうぞ。エルナンデス、大谷翔平が山本由伸をドジャースに導いたきっかけ。きっかけ、どうだろう。大谷翔平は山本由伸の就任記者会見に出席しなかったが、そうする必要はなかった。うん。山本さんの言葉を聞き返してください。ああ、確かに。大谷はどこにでもいた、うん、山本さんは今日からは本当の意味で憧れるのをやめないといけないと日本語で言った。いた。この言葉とその背後にある感情は、山本が今年初めに日本代表としてワールドベースボールラシックでプレーしていた時に聞いたスピーチからインスピレーションを得たものである。お問題の演説は米国との優勝戦前に大谷が言ったものだ。そう。私から一つだけ言わせてください、と大谷は言った。うん。彼らを称賛するのはやめましょう。うん。大谷はチーム USA のラインナップの有名な選手たちを挙げた。うん。一塁手のポール・ゴールドシュミット、中堅手のマイク・トラウト、右翼手のムーキー・ベッツだ。野球をしている人なら誰でも知っている選手がいる、と大谷は語った。彼らに憧れても彼らを超えることはできない。私たちは彼らを超えるために頂点に達するためにここに来ました、うん、一日だけ彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えてみましょう。日本は大谷がトラウトを三振に仕留めて試合を終え、3対2でアメリカを破った。水曜日、山本は大谷と敬意を持って距離を置こうとしたが、山本はもし大谷が他のチームと契約したとしても、おそらくドジャースに行くことになっていただろうと述べたが、それはできなかった、うんうんうん。ドジャースはオフシーズンを圧倒し、選手獲得総額は10億ドルを超えた、うんうん。実際、この冬を制したのは大谷だ。彼が生み出すと約束した収入が、
それまでリスクを避けていたドジャースを解放し、ワールドシリーズ優勝に必要な種類のギャンブルに取り組むよう促したからだ。うんうんうん、続きを読むエルナンデス。大谷翔平のドジャースへの6億8000万ドルのローンで山本由伸との契約が可能になった。もしドジャースが大谷関連のスポンサー契約で得られた5000万ドルがなければ、うん、タイラー・グラスノーとトレードして5年1億3650万ドルの契約を結ぶこともなかったかもしれない。大谷の給料延期に6億8000万ドルを投資して数億ドルを稼ぐことができなければ、おそらく彼らは体が小さめの山本と12年3億2500万ドルの契約を結ぶ決意を固めることはできなかっただろう。うん、これは大谷のオフシーズンとなり、ドジャースは大谷のチームとなった。うん、大谷は新たに得た影響力をすぐに受け入れ、うん、数週間前にドジャースタジアムでベッツ、フレディ・フリーマン、ウィル・スミスらと共に25歳の山本に勧誘ピッチを行った。そうだね。それは大きな違いを生んだと思う、うんうん、と山本の代理人ジョエル・ウルフは語った。うん、大谷は通訳の一平、水原と同様に彼をとても温かく歓迎してくれた。うんうんうん、だから、このクラブハウスに足を踏み入れることができ、チームメイト、友人、日本人がいると分かったことで、彼の安心感はさらに増したと思う話す人々、うん、彼の適応を助けるために、うんうんうん、続きを読む大谷翔平の前例のない契約がドジャースの名簿構築にどのように役立つか、うん、山本はパリーグの日本最優秀選手に3回輝いた。彼の母国では彼はそれ自体がスターだ。大谷のサイドキックになることに対する山本の寛容さは山本の人柄だけでなく、大谷が4歳年下の選手にどのようにアプローチしたかを証明している。後悔しない決断をしなさい、と山本は大谷に言われたことを思い出した。わからないことがあったら、何でも聞いてください。うん、すごい。大谷が山本に与えた影響は水曜日には明らかだった。大谷さんがドジャースを選んだのは本当に私の決断の理由の一つでした、と山本は語った、うんうん。続きを読む、ドジャースの次期エースは山本由伸、スカウトは彼のスキルを称賛するも、彼の耐久性に疑問を抱く。山本は続けて大谷の要点を繰り返した。大谷が自身の入団記者会見で行ったように、山本もドジャースと契約したのは勝ちたかったからだと語った。自分の中にある本当に勝ちたい、勝ち続けたいという気持ちを優先しました、と語った、うんうん同じだね。ドジャースがそれを実現するのに最も近いかもしれないと感じた。うん、そして、2週間前に大谷がしたように、山本は新チームのファンに誓った。続きを読む。山本由伸がドジャースと12年総額3億2500万ドルの契約に合意。ロサンゼルスのファンに、ドジャースの一員として世界チャンピオンになるために、そして野球がもっと上手くなるために毎日を過ごすことを約束します、と彼は語った、うん。野球運営部門のアンドリュー・フリードマン社長は、ドジャースが日本のチームになることを望んでいると語った。ドジャースは大谷と契約してからそうなった、うん、山本は大谷とメジャーリーグのクラブハウスを共有する初の日本人選手となるためその指定をより恒久的なものにする上で重要なマイルストーンとなる山本氏が水曜日に話すのを聞いて彼が最後になる可能性は低いと感じた、うんうんまあ、ということでございますのでね、素晴らしかったですねはい続きましてはこの情報も来ております。はい、行きましょう。もう大体内容は皆さんご存知ですね。その内容がここに話されるだけでございますので、ちょっと早いかもしれないんですけど、よろしくお願いします。はい。Break it down, Tom. What does he got? Yeah, he's a pitch maker. If you look at pure stuff, his mix of pitches reminds me of Nathan Eovaldi. And you look at Nathan, especially with that split, really good fastball. But Nathan's only going to throw the fastball about 38-39% of the time.Yamamoto is going to be very similar in that regard. He changed his delivery. That was from 2 years ago with the leg kick. He went to a
No wind-up delivery here. You know who that reminded me of? Yeah, Don Larson, 1956, of course. No wind-up delivery. But I talk about his fastball here, and it's a plus fastball, but what concerns me is look how level the shoulders are. Typically, when you see four-seam fastballs thrown with level shoulders, it doesn't have the same kind of zip at the end. You want to see tilt in the shoulders like Garrett Cole, one of the best four-seamers in the game, where that back shoulder is a little bit lower. When I think about a level shoulder on a four-seamer, I think about Masahiro Tanaka. He came over here, and that was the scouting report. It's going to get hit. And you know what? It was. He pitched really well, but slugging against his four-seamer in his career was over 600. It's just a little flat coming out from that level shoulder delivery. But to me, it's not a big deal because he's a pitch maker. The split change is as good. I think it's going to be the best splitter in baseball. Better than Gausman, better than Senga. I know that's saying a lot, but it's that good. He can also cut it. He can slide it. Pitch makers, to me, are not real big guys. Mike Mussina, not a big guy. Pitch maker, threw a long time. David Cohn, lasted a long time, throwing a lot of different pitches. He could invent pitches on the mound just like that. Laredo slider. And there's some other guys. Tim Hudson, not a big guy. Really long career. Yamamoto, to me, is only 5'10". That's not a big deal because he's a pitch maker. And I think, Matt, as you transition to Major League Baseball, you're coming to a league now that you don't have to be 6'6" and throw 99 miles an hour. He's a pitch maker. And if you look at where the game is going, the percentage of fastballs that are being thrown in the game, and I know we talk a lot about velo being up, but if you look at the percentage of fastballs in the game, it keeps going down. And here's some pitchers last year who got the memo. Guys, you don't need to throw your fastball the majority of the time. These are all guys. The Cy Young winner, Blake Snell, is on this list. So I think you're going to see Yamamoto come over here, and he's going to be, I think, maybe fastballs one-third of the time. Whoa. Because his breaking stuff is that good, and the way the game is going now, and I think actually taking away shifts had something to do with it. Once you couldn't defend with the shift and overloading the size of the infield and pitch to contact, teams wanted swing and miss. How do you get swing and miss? Guys hit fastballs. Swing and miss is now off speed and spin. Yeah, in the major leagues, you don't miss fastballs. I mean, if you miss in your spot in the fastball, I still believe, sort of old school, that, you know, the best pitch in baseball is a well-located fastball. But it's, the teams have, and pitchers have gone away from that because and made it so much more difficult on hitters, especially a guy like me who can't really read spin all that well. There are so many guys spinning the baseball when they're behind in the count. They're going 2-0 breaking ball. They're going 3-1 breaking ball. And you never know what they're going to get on a 3-2 count. So they do spin it quite a bit more. And Blake Snell is one of those guys that does a great job of being able to do that. That's one of the reasons why he is so highly coveted, I think. Yeah, we're going to talk about him in a second. I want to know from you, though, without a body of work in MLB and a larger ball in MLB, not knowing the hitters in MLB, this has risk, does it not? It does. And I think the Dodgers will be really careful. I think the biggest risk is just the longer season, more extensive travel, just kind of the wear and tear of recovery. I think they'll be very careful about using him in on the sixth and maybe even the seventh day throughout the season and not pitching him on the fifth day. You have to be really careful. It's a long-term investment. But even that first year, to me, it's really important. The Mets did this with Senga. There were some times late in the season where they did pitch him on the fifth day. He actually did okay. But be very careful. That first year of transitioning, the recovery, the physical aspect, it's hard to really overestimate how important that is. I have talked to some guys about his baseball IQ. He seems like a very intelligent guy. He's almost like Zach Greinke-like with the way he goes about his business. We talk about pitchmakers. Zach was one of those guys as well. Being able to make his pitches when he has to and be able to mix it up and carve up the strike zone. And I think that's going to be sort of his calling card. But I think you're right. I think that the adjustment he's going to have to make with the whole schedule, is it going to be 5 days? Is he going to pitch every 5 days? Now he's been pitching every six. I mean, it's a different sort of situation for him. I think he's intelligent enough, and I think he's dedicated enough to be able to make those adjustments and to be a quality pitcher. Whether he's going to be a one or whether he's going to be a three, we're just not sure yet. ね、あれでスピッチメーカーいいですね、いい名前もらったね。はい、続きましてこれいきましょう、どうぞ、はい、大谷翔平のサインカードで相次ぐ高額出品、通常版でも4400万円止まらぬ価格高騰。米オークションサイト eBay
で大谷のサインカードの高額出品が相次ぐ。ドジャース入りした大谷翔平投手のグッズ争奪戦が各地で起きている。うん。米オークションサイト eBay では高額の大谷カードが相次いで出品。うん。12月29日、日本時間30日、午前9時30分の時点で、即決価格57万5千ドル、約8100万円で出品されているものもあった。大谷のドジャース入りが決まり、本拠地ドジャースタジアムのチケット価格が高騰し、ユニフォームの発売から48時間以内の売り上げも史上最高記録を樹立していた。その余波はカードの出品にも。ベーブ・ルース&翔平大谷直筆サイン1分の1カードが57万5千ドル、約8100万円で出品されていた。2番目に高かったのは、2018年父の日翔平大谷直筆サイン1分の1カードで即決価格は56万ドル、約7900万円。また、普通のサインカードである2022年翔平大谷直筆サインカードが31万4550ドル、約4400万円で出品されているケースも。これは米鑑定機関BGS で最高の状態である10分の10の評価を受けていたため、異次元の価格となっていた。はい、ということでございまして、じゃあ皆さんの頼りの前に、これ最後のあれ60本か70本打つのかな、大谷さんは。来年ですね、大谷翔平は打者専念で60本、はい、70本打つ。その根拠となる137メートル超特大ホームランを叩き込む瞬間、元メジャーリーガー、マックス・ズキ氏が選ぶ大谷翔平のベスト HR。MLB-NPB で活躍したマックス・ズキ氏がアベマスポーツタイムに出演。来季からロサンゼルス・ドジャースでプレーする大谷翔平が今季放った44本塁打の中から印象的だった一発について言及した。うん、この日、番組では改めて今季の大谷について振り返りつつ、人気の野球解説者たちに大谷翔平ベスト HR について尋ねる形となったが、うん、その際に出演したマック氏は、僕の中では41号がベストホームランと、8月13日、うんうん、日本時間14日にミニッツメイドパーク、ヒューストンで行われたヒューストンアストロズ戦で、アストロズのパーカー・ムシンスキから放った第41号本塁打を今季の大谷のベストホームランとして選出。この打席ではムシンスキが投げたスライダー、最初は左打者の大谷選手の方へ少し向かうんです。普通ボールを怖がるじゃないですか、うん、その仕草もなく引きつけてセンターに放り込む。うん、この反射神経と大谷が恐れることなくボールに向かい、それをセンターへと見事に引き返したことを、その理由として説明することとなった。はい。また、こうした超人的な打撃を見せる大谷についてマック氏は、来季は60本、70本打つんじゃないですか、すごいね、と、投打の二刀流を封印し、打撃に専念する来季は、今季の本塁打を大きく上回り、MLB 新記録樹立の可能性さえ十分にあり得ると、そのさらなる飛躍に太鼓判を押す形でコメントした。はい、ということでございましてね。まあ、明日はまたね、皆さんにあれですね、まあ、ローテーションはね、どうなってるのかね、ちょっと取り上げたいと思っておりますけどね。じゃあ、今日は皆さんから頼り行きましょう。まずね、この方の通りすがりさんからの頼り来ております。どうぞお願いします。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。はい。ありがとうございます。ドルフィンさんに助立ち位置、お正月。はい、お正月。はい。もういくつ寝るとお正月。ありがとうございます。お正月にはタコ揚げて。タコ揚げて、はい。コマを回して遊びましょう。おー、いいね。早く来い来いお正月。はい。もういくつ寝るとお正月。はい。お正月にはマリついて。マリ。おいばねついて遊びましょう。おいばね、おいばね。早く来い来いお正月。マリ、おいばね。2番の歌詞のおいばね、はい、おいばねとは、うん、かつての正月遊び、羽根付きのこと。へー。二人が向かい合い、
羽を落とさないように羽子板で相手の方へ打ち上げて、一方が失敗するまで続けられる。なるほど。西洋風に言うとバドミントンのようなものです。あ、バドミントンのちっちゃいもの。ドルフィンさんに助太刀に。はい。今日の話題でドジャースに運のなさについての記事がありましたが、はいはい、それならば運をつければ良いということで、日本でも有数の強運厄除けの神様を建て祀る神社を紹介します。 お願いします。東京都中央区にある小網神社は、商売をしている人をはじめ運を引き寄せようとお参りする人が多いです。自分もお正月にお参りしてこようと思ってます。いいね。ドジャースの選手監督の皆さんが韓国での試合の後でお参りしてくれたらいいなって思ってます。そうですね、本当。小網神社の椅子は窓開けました。明治維新後の神仏分離令によって社寺は分離、はいはい、小網稲荷神社として明治6年7月5日、はい、村こそに指定されました。原社殿神楽殿は大正期の明治神宮造営の高商町内藤駒蔵路宮大工一門により昭和4年に造営されました。その後の戦火を免れ、現在は日本橋地区に残されている唯一の戦前の木造神社建築となっています。はいはい。特に無敗に施された上り竜と振り竜の彫刻は見事なもので、強運厄除けの竜として配されています。うんうん。戦後の宗教法人化に伴い名称は小網神社となりました。社殿神楽殿などは現在中央区の文化財に登録されています。おー、すごい。当神社はそのお由緒から強運厄除けの神様として崇められています。おー。第二次世界大戦の際、戦地へ赴くことになった氏子の出征兵士に対し行った出征報告祭に参列し、当神社の御守りを受けた兵士が全員生還されました。はい。また昭和20年3月10日東京下町地区に未曾有の災害をもたらした東京大空襲の際は、社殿を含む境内建物は奇跡的に戦災を免れています。すごいね、それ。旧社殿は大正年9月1日の関東大震災において倒壊しましたが、うん、当時の宮司は稲荷狼や弁財天等の御神体を抱え、近くの新大橋に避難しました。そこへ退去して避難してきた人々に混乱がなく、また新大橋自体も落ちずに大勢の人が助かったと言われています。当時の様子は新大橋のたもとにある避難記念碑にも小網神社の御神体を伏して拝み加護を願ったと記されています。最後に野球の話題となりますが、強力なマネーゲームに参加せず独自路線で戦力増強を目指しているブレーブスの記事です。うまいよね、ブレーブスはね。ブレーブスの46歳のアレックス・アンソポロスは、うん、メジャー2年目だったロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手と2019年に8年総額1億ドルの長期契約を結ぶなど、実に抜け目のない編成本部長だ。頭いいね。アクーニャ・ジュニアのメジャーでの在籍年数は現在 5.1 年、23年シーズンの成績は打率点 .337、41本塁打、106打点、73盗塁でナリーグ MVP に選ばれた。お、長期契約を結んでいなければ、ね、24年シーズン後に FA 権を取得、うん、まだ26歳になったばかりだから、FA 市場で10年総額3から4億ドルの契約は間違いなかった。しかしながら24年の年俸は1700万ドルで、これが26年まで続く。27年、28年も球団に同額で選択権があるため、うん、この調子なら間違いなく行使するだろう。他にもオジー・オルビーズ二塁手と7年総額3500万ドルで契約するなど、若い有能な選手と値段が上がる前にきっちり長期契約を結んでいる。これはすごいよね。そのアンソポロス編成本部長がこのオフ興味深い動きをしている。お、大谷翔平、山本由伸の FA 市場での争奪戦に話題が集中する中、トレード市場で独自の路線を行く、うん、本当に欲しい選手を取るために他球団の不要な選手とその契約も引き受け、その不要な選手はすぐにトレードしてしまうのである。すごいね、それは。具体的にはマリナーズのジャレット・ケレニック外野手が欲しかった、うん、メジャー3シーズンで打率2割ちょっと32本塁打だが、
スターになるポテンシャルを持っている。そこで左腕マルコ・ゴンザレスと24年の年俸1225万ドル、うん、エヴァン・ホワイト一塁手と24から25年プラス26年のバイアウト分も含めた1700万ドルを引き受けた。すごいね。ホワイトはエンゼルスに再トレードでお金も全部エンゼルスが払ってくれるが、うん、ゴンザレスの分はブレーブスが950万ドルも負担した上でパイレーツに譲渡した、うんうん、ホワイトのトレードでは交換にエンゼルスからデビッド・フレッチャー内野手とマックス・スタッシ捕手を獲得、ね、フレッチャーは24年ユーティリティの内野手として起用する予定だが、うんうん、スタッシはいらない、うん、そこで24年の年俸700万ドルのうち500万ドルを負担し、ホワイトソックスに献上した。偉いね、これは。さらにはトレードでパドレスから左腕レイカーと指名打者のマット・カーペンターを獲得。うん。欲しかったのはカーで、対左打者の被打率点161で、メジャーでの在籍年数は 0.1 年の計算のため、FA まであと6年もある。うん。必要ないカーペンターは引き取ってくれるチームを探したが見つからず放出。550万ドルの年俸のうち400万ドルを払う羽目になった、うん、合計でいらない選手のために1850万ドル約 26.5 億円を払うのは愚かに見えるかもしれないが、そうしないとケレニック、フレッチャー、カーと必要な選手をトレードで手に入れることはできなかった。それはすごいわ。FA 市場でビッグマーケットチームがマネーゲームに奔走し何億ドルという話をしている。ことを考えると、うん、1850万ドルというのは大した出費ではないように見える。安いもんですね、確かにね。ブレーブスは本当に抜け目ない。うん、やはり24年も優勝候補の最有力なのである。やっぱりね、ポテンシャルと思う人は、上がる前に、もう、契約してしまう。向こうもお金いっぱいもらうから。だから彼がどれが上がるかっていうのは分かってるということはすごいよね。素晴らしいね、それは。はい、ということでございまして、トリスバリさんがねこう言ってくれたんで、私もねちょっとね、これね英語にしてみたんですけど、なかなかね全然もう直訳すると、Google の英語はとんでもないですよね。例えばこう、まあ、もういくつ寝ると、お正月、お正月にはタコあげて、コマを回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。で、これをね、英語にしてみようと思ったんだけどね、もういくつ寝るとお正月でしょ？そしたらね、ニューイヤーイブっていうね、全然話にならないね。例えばね、two nights, three nights sleep, then happy new year ならわかるけど、まあ、いろいろあれで、やっぱりね、ちょっと日本語と英語ね、ちょっと雰囲気が違うんで、まあ一応あれですけど、あとはね、このトップっていうんですね、このコマ。で、コマはね、トップなんだけど、日本で演歌とかですね、酒とかね、そのまま使ってるから、トップではいいんだけど、コマはそのまま使った方がいいかなと思ってもね。あとはもうハリアップ、ハリアップ、レイディーで、まあいろいろあるんだけど、まあということでね、ありがとうございました。わざわざね、送っていただいて、確かりましたね。ということで、最後はこちらになりました。ゲバセバセイちゃん。ねえ、はい、ありがとうございます。どうぞ。ゲバゲバセイちゃん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、はい、おはこんばんちは。おはこんばんちは。ご存知かもしれませんが、ポスティング制度で MLB 移籍を目指して、年内の移籍先が決まらなかった。噂は直行投手と今永翔太投手はどうやら一時帰国して年明けに再渡米してまた交渉に臨むみたいです。おう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 。藤浪晋太郎投手も決まってなければ同様かも。おうおうおう。今永投手はヤンキースの他にボストンの噂も日本のスポーツ紙に出たみたいです。今永、ああ、はい。あと、フルカウント。はい。という野球専門サイトでもトラウト選手をトレードに出してはどうか。と出てきましたよ。本当なの？来季2024年のエンゼルス次第ではトラウト選手のトレードがありそうな感じもします、うんうん、ドジャースの青い兜とダースベイダーか。おー、青い兜ね、はいはいはい。いやー、でも私はね、ドジャースだったら取らないね。もうね、あれじゃないですか、先ほど鳥すがりさんが言ってくれた、
やっぱりアクーナジュニアとかね、こうなってる人はとってもいいんだけど、こう今ね、こうなってると私は考えますね。あの人は。少しは落ちけど、こうはいかないね。こうなってるから。だから、そんな安く買えないし、あんまりね、お金出しすぎたな、なんて思うんですけど、まあ、そんなもんでございますけど、まあ、楽しみでございますね。どうなるやらね。ということで、今日もちょっと長くなりましたけれども、もうね、あとは一つ寝るとお正月でございますから、日本はもうちょっと早いかなと思う。楽しみでございますね。今でも日本にはあれがあるんですかね。お年玉ねえ。お年玉。玉を落としたってね、玉を落とした。お年玉。なあ、お金だね、それはね。それからですね、まあ明日ね、あれをご紹介いたしますんでね。じゃあ今日はここでさよならさせていただきます。はい、行きましょうか。それでは、See you later! Alligator! お、いい音したね。See you later! Alligator! はい、それでは皆さんまた明日お目にかかります。くれぐれも酒を飲みすぎないように、そして、年寄りの方々は私と同じようなんですけども、日本のね、何でしたっけな、お餅、食べてここにつかかってね、何人かが亡くなるそうなんですけど、その辺も気をつけていただいて、だからうちもね、ここ近くのところに丸いね、買ったんですよ。たまにね、あれね、温めてね、ちょっとバターをつけるんだけど、まあ、クロストロの問題からちょっとつけないで、あとね、醤油とね、そのパウダーがあるんだ。なんだっけの名前が。とにかく、うわ、粉いや、それでね、海苔つけてね、こう、ちょこっとして温めて食べると、まあな、おいしいものでございますんでね。それから、おせち料理って言いますかね。それも非常に楽しみに。あとはね、夜になったらね、そば買ってきてね、何そばって言うんだっけな。あ、年越しそば。これも食べたいなと、食べたいなと思うんですけどね。ということで、それではまた明日お目にかかります。ありがとうございました。